お疲れ様です吉谷さん投資つながりでちょっと投資とは意味合いが少し違うんですけどもここ数年間ね半導体の不足とかあとはあリモートの習慣によってですね、まあ、実は車とかバイクっていうのが売れやすくなったっていう、まあ、そんなあ期間があったんですよね。え特にバイクっていうのはなんかこの数年でですね、うん、一人の趣味ということで見直されてきて。 その新車のバイクを注文してもなかなかねあの納品がされなくって中古車がぐーっとねところがもう昨年からですねだいぶ供給が落ち着いてきてしかも一時期バイクにまたがっていた人ももういらねえやって感じで23年で売り始めてですね市場にバイクがあふれて値崩れが始まってるところなんですよね。 まあこれは一部の車にも言えることなんですけども、なんか一気に高騰して、これから値段が上がるんじゃないかなって言われた時に、うん、車の取り合いとかバイクの取り合いがあって、取り合ったってことは誰かが持ってるわけですから、数年して、本当はそんなに必要なかったなって気づいたりとか、今度はね、手放すっていう現象が起きるわけですよ。これ車にしてもバイクにしても、維持費がかかりますんでね。特にバイクもね、維持費はかからないものはかからないんですけども、結局場所なんですよね。 バイクが好きで毎日乗ってた時ってのは、あの、玄関の前とか車庫の隅っこに置いといても、それを乗るからあんまり負担にはならなかったんですけども、乗らないとなると毎日それを避けてね、通らなくちゃいけなかったりとか、で、まあ、たまにはね、雨に打たれないように整備しなくちゃいけなかったりとか、結構厄介らしいですね。だからバイクってのは、あの、私も経験したんですけども、 なんか3ヶ月ぐらい全く乗らない状態だとエンジンがかからなくなっちゃってオーバーホールが必要になっちゃったりするものも多くって私はそれ知らなくてスクーターをね何台かダメにしたことがあったんですけどもうーんまあね車もそうですけども乗るために作られてるからやっぱりオイルとかねエンジンのガソリンかたまったまんま放置しておくとやっぱり良くないみたいですよねなんかこう濁ってきたりとかいろんなとこにあの粘着が起きたりとかねで結局 機材を傷めるみたいなこともあるみたいでねまあ、そんな感じで世の中って常に動きまくってますからどんなものも値段は上がる上がったものは下がるってことの繰り返しなのかなと思いますであとはニーズが高まる要因の一つとしては人口が増えていけば基本的には供給もやっぱり一生懸命やっていかないと 需要に追いつかなくなくるところがありますよねそしてこれから人口減少社会にこの日本が入っていってそれがもっともっと進むとなると今まで高度経済成長期に人口が増えることを前提にして用意していた車でもそれからガソリンスタンドでもスーパーでもどん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 必要なくなって潰れていくってことになりますよねだからねリアル店舗ってこれから非常に厳しい状態に入っていきますし場合によっては道路とかね港とか空港とかもうバスもそうですしね。 それかか、トンネルとかこういったものが実はものすごくあのお荷物になってくるそんな時代が来るのかなと思っちゃいますね。どううするんでしょうか、これが一体ということでね、えー、特に結論もないまま動画を終わらせていただきます。いっってらっしゃい